バラとコロシアン。ねえ、知ってる？すごく困ったことがあったとき、あの幸せの鐘の前にバラを持って立っていると現れるんだって。救世主が。やだ、あの子大丈夫？声かける？いや、なんかでも何日も風呂入ってない匂いする。でもさ、あの大丈夫？何か困ってる？警察呼びましょうか？ちょ、あなた、万引きです！警察！うわ！アリ、逃げろ！警察が、奴らが追ってくる！闇を暴こうとするからだ。正義感が災いしたな。アリ、逃げて！見られた。あの娘を追え！必ず殺す！ねえ、知ってる？すごく困ったことがあったとき、あの幸せの鐘に行くといい。みんなさ、絶対お金返します。バラを持って立ってると救世主が現れるんだって。おや、可憐なレディーが一人。こんなに体を熱くして俺を求めているのに、待たせてすまなかった。花をありがとう、レディー。さ、もう大丈夫。その体のほてりは俺が沈めてあげる。私、追手に追われて幸せの鐘まで行って、でも熱が出てて足も痛くて限界で。あ、治療は一体誰が？っていうか、ここは一体？ああ、目覚めたんだね、可憐なレディ。え？残念、俺のキスで目覚めさせたかった。おや、可憐なレディにはいろいろと刺激が強すぎたようだね。失礼。 あなた誰？ここはどこ？まさか私、追手に捕まった？おや、忘れたのかな。ほら、これ、君が用意したバラの香りに誘われた。俺は殺し屋の三上ケイ。この人が依頼とあらば、女性子供以外はケース。私が探していた救世主、しかも殺し屋。以後お見知りおきを、レディ。殺し屋、殺し屋だったなんて。なあ、震えないでレディ。俺はとても紳士で優しい殺し屋だから。で、私の家族を殺した奴らをみんなぶっ殺して。なるほど。まずは話を聞こうか。ああ、それは辛かったね。君はとても強く生き抜いてきたようだ。殺してくれるんでしょ、その銃で。お願い、殺して。ああ、もちろん。ただし、その前に一つ
君は本当に何をお願いしているか分かってる？え？奴らを殺せば君も奴らと変わらない人殺しだ。君にそれを背負う覚悟はある？生半可な覚悟で言ってないわ。そう、わかった。話を進めようか。仕事をするにも対価は必要だ。さ、君は。お金はなくて。でも何年かかっても必ず。お金がないなら君でもいい。君を俺に捧げてくれるなら依頼を受けてもいい。いいわ、こんな子供の体でよけりゃ好きにしなさいよ。ほら。面白いレディーだ。君が求めていた救世主に体を要求されて軽蔑しないのかい？人を殺してと言ってる私があなたにそんなこと思ってたとしても言えないわ。さあ早くして。素晴らしい覚悟だ。お父さん、お母さん。嫌がる女性をというのは趣味じゃないんだ。疲れてるだろ、今日は休めばいい。そんな、ま、残念ながら君の依頼は引き受けられない。対価もなく仕事ができるほど俺はお人よしではないのでね。あなたの言ってることはもっともだわ。私の服ある？出ていくのかな。それはお役に立てず申し訳ないね。うん、久しぶりに体を休められた。あなたのおかげだよ。ありがとう、殺し屋さん。そこの菓子を持っていくといい。お腹減ってるでしょ。え？でも。サービス、何もいらないよ。ほら、全部持っていくといい。ありがとう、助かる。じゃあさよなら。いい子だったわね。私が食べちゃいたいくらいだった。さて。あら、ケイ、行くのね。私も一緒しちゃダメ？ダメ。今日は今から別のレディーと夜景デートなんだ。